まあその可能性はなくはないですね。まあまず現役を引退するしないに関わらず、もう自分のこう体の限界といいますか。まず2011年の東京の世界選手権が一番僕の中では、よくできた大会でした。Beautiful style and bang! Look at that dismount! Wow! That's three, he said. Third time consecutive world champion. Unbelievable! 体操っていうのは、どういうスポーツか。まあやはりスポーツなんですけど、やっぱり名前の通り、英語で言うとアーティスティックジムナスティクスなので、やっぱり芸術でなければいけない。だからこう体育館に来て競技を見てるっていうよりかは、まあ、こう美術館だったりそういうところでなんかこう絵画を見ていたり、スポーツではないかなと、芸術に近いかなと思います。少し精神的には引きずった部分はありました。まあそこから気持ちを立て直すのがすごく難しくて、まあ今でもまだ多分それは抜けきってないのかなと思いますね。まあリベンジには正直ならないです。まあやっぱり大会が違うので、意味合いとしてはやはり生まれ故郷っていうのもあるし、日本でやるっていうのもあるので。まあやっぱり応援してくださってる皆さんに感謝の気持ちを演技で伝えるっていうこと。まあまだ今は8歳と6歳なので、まああんまりその、まあ、分かってはいないというか、でもまあなんか僕がその世間的にこう有名な人なんだなっていうのはちょっとずつ分かってきてて。だからこうなんか、なんだろうな、こうテレビに映ったりするじゃないですか、僕が。で家にいる僕もいるわけじゃないですか。でなんかこう なんて言うんだろう、やっぱこうテレビの方がよく映ってるみたいで、こうなんか家にいるとかこうダラダラしてるお父さんなんで、だからこう自分を、まあ、お父さんとしてかっこよく見せるのが体操という競技なのかなと思います。体の限界と言いますか。なので競技を続けたとしても、日本代表になることが難しいと思います。